地の遺跡地の遺跡の一地の遺跡は、群馬県北群馬郡新東村長岡にある、縄文時代後期、晩期の遺跡。2000年3月7日に、国の史跡に指定されている。耳飾り館春な山登録に連なる、消火線に挟まれた、大地上に存在した集落の遺跡である。1989年に、 補助整備事業のための調査中に遺跡が確認されたことをきっかけに、同年7月から12月と1990年9月から12月に発掘調査が行われた。傾斜面上にあり土地利用がしにくかった場所であったために遺構、遺物ともに良好な状態にて検出された。遺跡は水場上の遺構を取り囲むように縦穴住居や墓、 土工等の遺構が確認されている。遺物は、石器、土器などをはじめ、最使用に用いられたとみられている土製耳飾り、岩盤などが出土した。土製耳飾りは577点が確認されており、この時期に多く製作された、戦場耳飾りと呼ばれるもので、滑車型や円盤内に透かし彫り装飾を施したものなど多彩な形態が出土した。 耳飾りの着想状態を表現した土偶頭部も伴い出している。577点の耳飾りのうち約200点が関係で発見されたものの、タイになっているものが1点もないという謎が残った。岩盤は業界岩を加工したもので55個が確認されている。これらを含めた土製品、石製品などの出土品、計1950点は、 群馬県地の遺跡出土品の名称で1992年6月22日に一括して重要文化財に指定され、新島村耳飾り館に保管、一部が展示されている。ありがとうございます。